セブン,ア,ンドアイホールディングス総合、西部八ヶ岳高原海の口自然号、八ヶ岳高原海の口自然橋は、八ヶ岳の東側裾そのに広がる自然景勝地、高原リゾート。標高約1500メートルに、八ヶ岳高原ロッジ、八ヶ岳高原ヒュッテ、八ヶ岳高原音楽堂と別荘地を管理する。所在地は、 長野県南作郡南木村大浅海の口。一帯の管理、別荘販売及びロッジの運営等は、セブンアイホールディングスの完全子会社である、株式会社八ヶ岳高原ロッジが担う。八ヶ岳高原音楽堂元は、セゾン系の西洋環境開発が、西部セゾングループ破綻まで管理していた、リゾート開発地で、1963年に、八ヶ岳の裾野に広がる。 荒れ果てた牧場跡地に樹木を植え、整地するところから始まる。このためセゾングループだった西武百貨店を継承した祖号、西武を持つセブンアイグループが保有しており、別荘地は西武祖号の別荘地と名打たれ、株式会社八ヶ岳高原ロッジの東京事務所も西武池袋本店内に置かれているほか、別荘や宿泊施設の案内所も 西武池袋本店と、蘇合横浜店にある。1968年には、元公爵の徳川吉親の東京都目白の邸宅を、この地に移築し、これが、現在の八ヶ岳高原ヒュッテとなる。やがて、八ヶ岳高原ヒュッテは1976年に、TBS 系テレビドラマ、高原へいらっしゃいの舞台となった。その後小さい宿舎が手狭となり、 八ヶ岳高原ロッジが建設され、現在ではスイートルームを含む68室が用意されている。また、八ヶ岳高原ヒュッテは、リメイク版、高原へいらっしゃいでも、再登場する。また、ほとんど知られていないが、岡崎律子が、楽曲、A Happy Life のプロモーション撮影を行った場所でも、ある。 なお、八ヶ岳高原ヒュッテは現在は宿泊施設としては使用されておらず、ゴールデンウィークや夏休み、イベントを中心にレストランが開放されている。宿泊施設として機能しているのは八ヶ岳高原ロッジである。八ヶ岳高原音楽堂は、この八ヶ岳高原ロッジのロビーで始まったサロンコンサートの延長で1988年にピアニストスビアトスラフリヒテルと 竹光徹をアドバイザーに迎え、本格的なコンサート会場の誕生となった。すメたな弦楽四重相談、黒沼ゆり子、竹光徹などの音楽家が、この八ヶ岳の自然に囲まれながら演奏し、近年では野村万作の狂言等、クラシック音楽以外の公演も行われている。雪上トレッキングコースでは、クロスカントリースキーやスノーシューが楽しめる。ありがとうございます。